こんにちは、にじこです。いや、もうちょっと興奮が、もう昨夜はもうなんか何度も目が覚めてっていうか、なんかちゃんと寝た記憶がないというか、いやー、もう皆さんもご存知な方多いと思いますけどね、あの風さんが世界の歌姫に見つけられてしまったっていうね。いやー、風さんも昨日はどんな風に過ごしたんだろうね。キャロル・キングさん、そしてあのジェームス・テイラーさんね。あの、私ね、この曲はまあよく聞くし知ってましたけど、キャロル・キングさんっていう人をよく知らなかったんですよね。あのニューヨークの桜子さんがすごく詳しく話してくれてるんですけど、後で聞いてみてくださいね。もうね、すごい人らしいんですよ、キャロル・キングさんってね。もういや、皆さんはご存知かもしれませんけど、なんかグラミー賞取ったりね、なんか15週アルバムがチャート1位だったりとか、もう生きるレジェンドって桜子さん表現してたけど、そういうね、もう話しながら震える私も、そういうね、もうとんでもない人なわけですよ。なんだろう、日本で言ったら美空ひばり、違うかとにかくもうすごい人なわけですよ。それでそのキャロル・キングさんの歌をジェームス・テイラーさんがカバーして、そちらもヒットして、だからその大ヒットした、全米で大ヒットをさせた2人がですよ、風さんをストーリーでシェアしてたって、これどんなすごいことなんでしょうね。ねえ、もうなんかあのあまりにあのちょっとすごすぎて、あの想像が及ばないんですけど、うん、風さんもあの大丈夫だったかしらって思うぐらいで、風さんもね、なんかあのシェアしてくれたって喜んでて、中も外も美しい女性、永遠の敬意ってね、2017年4年前ですよね。えで、これをなんかあのインスタで、あの風を追いかけてという方が、そういうお名前の方がなんか風さんのこの動画を紹介してて、それをキャロル・キングさんがどういう経緯でかわからないけど見つけてということらしいですね。もう本当にまさかのその経路というかね、いやー、びっくりですよね。いや、もう本当に里省庁のご実家ではもう大騒ぎだったんじゃないでしょうか。何よりおとんがね、お父様が嬉しかっただろうなと思って、もうね、なんかあの風さんのあの動画、秋の虫、なんか鳴き声がちょっと聞こえる気がしたんですけど、そんなのどかな里省庁からね、ポーンと世界ですよ。それももう重鎮、音楽界の重鎮のような方にシェアされるって、これどんなすごいことなんでしょう。もう私もちょっともう想像が及ばない。うん、いや本当になんかテレビ出るとかそういう次元の話じゃないっていうかね。もうだから風さんはそのね、見て見てってアピールしなくても本当に勝手に見つけられる人なんですよね。もう世界に導かれるようにね、なってるんだと思います。もうこれぞ神の計らいというかね、もうそうなってたんですよね。うん、でもなんか本当に無駄がないなと思って、まあ、ズッツさんというあの方も神の計らいとしか思えない、あの風さんのそばにね、あのちゃんとズッツさんという存在がいることがね、イライラしたこともあったって、動機は愛にしてよって言ったっていう、いろいろあったんでしょうね。そりゃあもういろんな誘惑やら何やらもういろいろあったに違いないですよ。だって風さんをドル箱と見る人だっているでしょうし、業界にはね、そういうものをなんか私はあの
盾を持ってね、その飛んでくる矢をね防いでるズズさんが浮かんでね、なんかね泣けてきた勝手な妄想だけど、うん、そうやってね守ってきたからこそ風さんが本当に行くべきところに行けたんだなと思ってね、なんかもうピコ太郎のようにねバーンってなっちゃうんじゃないかって思って、そう夜中にそんなことふと思ってね、そしたらね、みんなもうキャロルだってジェームス・テイラーだって風さんの動画見るんじゃないですか。そしたらもういきなり奥ですよ、桁が奥か奥再生ですよね。なんかもう空港にね、もう世界のあちこち行くと空港に人がもう人でね、風みたいな風コールが湧き上がってとか、もう想像したらなんか、いや想像っていうかこれ現実だろうなとか思っちゃってね、うん、もうなんかねたまらない思いです。本当にこのまた歌詞がね、だから私の名前を呼んでわかるでしょ、どこにいてもすぐに駆けつけるからね、冬でも春でも夏でも秋でも君が呼べば いつでも私はそこにいるって、もうこれはもう風さんがいつも言ってる内なる声を聞いてっていうね、もう一人の自分、いつもいる自分、ハイヤーセルフのことなんじゃないかなって感じて、だからこそ風さんこれをカバーしたのかなとかね、もしかしたらお父様がね、まあ、同じ思いで思い入れのある曲って風さんによく聞かせてたのかなとかね、いろいろ思ってね、いや本当にねよかったね、もう本当になんか風さんどんな思いでいるだろうって、そしてそのご家族おとんもうどんな思いだろう、そしてズッズさん、いやどんな思いですかね、本当になんか言葉にならないってこういうことかなって思いますね。だってたかが一ファンの私がこんな感動してるってことはですよ、そんなファンいっぱいいると思います。もう皆さん感動で泣いちゃったっていう人いっぱいいますよね。もう当事者は一体どんな気持ちなんでしょうねえ、本当になんかもういやーついに来たなというかね、時は満ちたというか、もう2021年風さんはポーンとなんかすごいところ飛んでいきそうですね。もう本当になんか胸いっぱい、いやーおめでたい、本当に心からおめでとうと言いたいですね。本当に嬉しい、なんかもうたまらんです。もうなんか昨日は私ずっと佐藤省庁の動画をもう空風チャンネルの方もずっと見てたんですけど、なんかねこの知らせを聞く前からねずっと見てたんです、空風チャンネルをね、なぜかね、もうだからもうそれだけに余計たまらない気持ちになって、はあ本当によかったね、もう本当よ、もうできれば皆さんと祝杯をあげたいです、左右で本当にね、左右で乾杯って、もうもう本当に一人でやります、皆さんがいると思って本当に風さんおめでとうと言いたいですね。よかったよかった、はい、もうキリがない、なんかもう私も胸がいっぱいでね、なんか
でこう桜子さんがねすごくそのキャロル・キングさんやジェームス・テイラーさんがいかにすごい人かっていうことをね話してくれてるので、ぜひ見てみてください。まあもう当然見た方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、あの概要欄にね貼っておきますんでね、うん、あー嬉しい、うん、ということでね、はい、あの今日はこれで終わります。ありがとうございました。ではまた。